クォーク。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている今宮。沢村、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。バッターサード取った。ツーアウトになりました。バッターは DH 新井。2アウトランナーありません。この回の沢村4球で2アウトにしています。そうですね。引っ張った。レフトに強い打球。レフトが追いかけますが頭を越えました。2アウトランナー2塁。さあ、そして打席には岡本が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。攻めます。ボール先行です。バッター、あっと取れない。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。ホークス1点を先制します。さあ、初球は何か。初球から際どいコースをついてきます。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは6番頓宮。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ、先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。向こうの打線が非常によくつながってますから、ここは落ち着いて抑えに走ってきた。キャッチャー二塁送球する。これで単打でも2点入ってしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。そうですね。5球目は何で来るか。
バッターヒットになった。バックホームする。いいコースですが外れています。さあ2球目は何か。インサイド落ちました。ライトに強い打球。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンド送球。バッターボックスには代打の栗原。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。ストライクを取ってこれで追い込んだ。これが3球目。ボールになります。これが4球目。この球は外れました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。十分警戒はしていたのですが。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。